日本が世界に誇る海上自衛隊最大のヘリコプター搭載護衛艦だった。出雲型については、知らない人はいないよね。簡単に言うと銃が型を元に大型化されたヘリコプター搭載護衛艦だな。いろんな創作物にも登場しているよね。ちなみに映画のシンゴジラにも出たみたいだよ。お前は本当にアニメや漫画とか映画とか、好きだよな。物語って自分が知らないことをわかりやすく知れるからね。ノンフィクションだけじゃどうしても飽きちゃうから。話を戻すと、出雲型はストーブル機である F-35B ライトニング2を艦載する空母としての改修が進められて、これに対して中国メディアのワンイーと香港メディアのフェニックステレビが主張を繰り広げていたみたい。今回はそんな出雲型について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。半年以上前の2021年6月に飛行甲板の耐熱化改修を完了した出雲において、いよいよ11月3日に四国沖の太平洋上で米海兵隊の岩国基地所属の F-35B が、垂直着艦と短距離発艦に成功し、空母としての新しい第一歩を踏み出したよ。海上自衛隊護衛艦の出雲と香川、この先2026年頃を目標に、空母として運用するための改修を全て終わらせる予定で、その頃までにアメリカから導入する F-35B の飛行隊を宮崎県ニュータバル基地に編成して、両艦の艦載機とする手はずを順調に進めているところだね。中国メディアのワンイーは出雲での F-35B 発着艦試験を報じた上で、日本の軍用艦艇上での固定翼機による発着艦は戦後初めての出来事であるとして、出雲がヘリコプター護衛艦として運用されていたベールを脱ぎ捨てて、いよいよ軽空母としての本性を表したと記事で主張したみたい。それだけに止まらず出雲の基準排水量に関しても、中国の空母遼寧が58,500トンと比較してわずか19,500トンしかないにもかかわらず、中国の J10 や J15 を圧倒する性能を持っていることから、出雲の戦闘力は遼寧よりも高く、強い空母となることが予想されるため警戒する必要があると論じているぜ。どこかの国みたいに頭ごなしに日本より自分の方が上にだって言ってるよりマシだね。物事を客観的に見えているし、警戒できるだけ厄介とも取れるよな。ステルス性能において F-35B の方が中国軍の J15 より優れているだけでなく、レーダーとして搭載されているアクティブ電子操作アレイ AESA による、アクティブフェイズドアレイレーダー ANAPG81 に関しても、J15 が F-35B を探知できるのは 40km まで接近しないと困難であることと比較して、F-35B は J15 を 200km 離れた地点から探知捕捉できるとして、能力に雲泥の差があると報じているようだね。そう報じられた後、F-35B に対抗できる中国軍の戦闘機は J20 くらいしかないが、総合的な戦闘力は出雲が遼寧よりも強いと認めており、現段階において中国海軍は日本の軽空母を決して甘く見てはならず、もっと警戒を強めるべきだと指摘しているらしいよ。香港メディアのフェニックステレビでも同様に10月9日に出雲の F-35B 発着艦試験についての記事を掲載しており、その中で日本の海上自衛隊が近い将来2隻の空母を保有することよって海上戦闘能力を大きく向上させ、中国が増強を急ぐ空母打撃群に次ぐ戦力を保有することになるという分析を報じたんだ。また日本が南シナ海問題や尖閣諸島問題を関連づけて中国を常に仮想敵国として意識し、軍事的に対抗するために多額の防衛予算を注ぎ込んで自衛隊の装備や武器を増強して攻撃的になっていると非難し、出雲型をヘリコプター搭載護衛艦から軽空母に改修していることもその一つであると主張していたよ。軽空母改修後の出雲型護衛艦が F-35B を14から18機艦載することができるようになり、日本がアメリカから調達予定の F-35B が42機であることから、これらの F-35B がフルで空母艦載機として運用されることに違いないだろうと思われるね。出雲と加賀の改修完了後、空母運用が実現化に向けて進め、海上自衛隊が空母打撃群を編成できるようになるのは2026年以降を予定しており、その前に中国海軍は3隻目の空母を収益させて最新鋭の艦載機を最大で130機運用できるようになっており、日本が2隻を運用したとしても明らかな量で中国海軍が上回ることになり、人海戦術のように圧倒されてしまうことは危惧しなければならないことだよ。内実は中国メディアである香港メディアのフェニックステレビの記事は、日本の海事、空自の戦力強化はすでに自衛の枠を超えており、敵地攻撃力を保有していると言っても過言ではないと非難し、さらに日本が原子力潜水艦を保有する可能性もあると言っており、中国軍は日本の軍国主義復活を一部で警戒しているよ。
そりゃあ脅威が間近にあれば備えるよ。でも別に日本は中国と違って領海侵犯なんてしないもんね。この二つの記事から、中国メディアのワンイーは出雲香川中国空母にとって脅威となる都市、香港メディアのフェニックステレビは二つの護衛艦は恐れるに足らず、中国空母の敵ではないとして無楽の主張をしているようにも見えるが、結局のところ出雲型護衛艦の空母化を脅威として捉えていることに変わりはないってわけ。中国海軍の最新鋭空母艦載機として配備が進められている J20 に関して、ジェット戦闘機としての分類上は F-35B と同じ第5世代戦闘機と位置づけられているけど、実態は米空軍が1983年から2008年まで運用していた、世界初のステルス攻撃機 F-117 ナイトホークと同等のスペックであり、レーダー反射弾面積において F-35B と比較してもはるかに劣っているんだ。仮に尖閣諸島問題が悪化して海上自衛隊と中国海軍の空母による軍事衝突が起こったとしたら、出雲と加賀の F-35B 約40機だけで中国海軍の3隻の空母の J20 戦闘機130機と対抗するなんて N 字にするようなもので、有事の際には米海軍の空母打撃軍の支援を受けないと惜敗するのが目に見えているぜ。現時点で海上自衛隊において新空母建造計画はなく、出雲型と同じヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦を空母化改修する計画もないが、日本としては中国海軍との軍事衝突の際に日米安保が機能しない事態を想定しておくことが最も重要であるんだよね。米軍のサポートは受けられないって割り切って準備した方が良さそうだね。中国が建造を急いで進めている3隻目の空母003型が就役して空母3隻体制になってしまって、130機の艦載機に対抗するためにも南西諸島に日本版空母キラーとして、君臨する陸上自衛隊の長射程地対艦ミサイル部隊を多数配備しておく必要があると思慮するよ。はっきり言って空母の建造計画は一朝一夕でできることではないし、陸上自衛隊のミサイル部隊を展開させる方が容易であり、防衛省は 1500km の長射程を持つ12式地対艦誘導弾の能力向上型の開発と配備を加速して進めるべきなんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。今日も雑学の時間だよ。それじゃあ行ってみよう。今日は缶詰について話してみようか。みかん缶があるのにバナナ缶やイチゴ缶とかはないよね。缶詰は長期保存のために作られたものであり、缶詰が発明されたばかりの頃は、味はそこまで美味しいものではなかったみたいだよ。今では様々な種類の缶詰が発売されるようになり、少し高めの高級感のある缶詰も発売されるようになって、味のクオリティもかなり向上したんだ。フルーツの缶詰からお菓子の材料に使うペースト、あるいは夜ご飯の一品となるようなものまで、いろいろな缶詰があるよね。そんな中でもフルーツの缶詰は食べる機会が多いものだと思うけど、よく売り場で見かけるのはパイナップルや桃、オレンジなどが多く、バナナやイチゴやメロンなどの缶詰はあまり見かけないよね。同じフルーツなのになぜ缶詰が発売されているものと発売されていないものがあるのか理由を説明するね。それじゃあ早速バナナやイチゴやメロンの缶詰がない理由について説明していくね。実はこれらの缶詰を見かけない理由には、缶詰の製造工程に関係があるんだ。缶詰は長期間の保存を目的として製造されるもののため、加熱処理をして殺菌をする必要があるんだ。この加熱処理をする際に、酸味が強いフルーツは低温短時間で殺菌をすることができるため、長期間の保存に向いている、酸味の強いパイナップルは、缶詰でなくてもそのまま焼いて食べたり、酢豚に入れて加熱して食べたりするよね。一方、酸味が弱いフルーツについては高温で長めに加熱処理をする必要があるんだ。しかし、バナナやメロンは高温で加熱してしまうと著しく見た目が変化したり、味が変わってしまうことから、缶詰にする際の加熱処理には向いていないんだよ。イチゴに関しては酸味があるものの、長く加熱してしまうと色が変化してしまい、柔らかくジャムのようになってしまうんだ。それなら、イチゴジャムで十分ってなっちゃうよね。バナナやイチゴなどの果物は今や輸入なども含めて一年中食べられるということもあって、あまり缶詰の需要がなく、わざわざ缶詰にして食べる必要がないってのもあるよね。日本では見かけないフルーツの缶詰も、実は海外では売られているのもあるんだ。あくまで味覚の上で缶詰にするのには向かないけれども、製法上缶詰にすることはできるからね。例えば、中国ではイチゴの缶詰の販売がされていて、さっき言った通り少し柔らかめのイチゴジャムのような味わいみたいなんだ。タイでバナナの缶詰が販売されていて、これはバナナの果肉の色が生とは違い、味や食感も生鮮バナナのイメージとは全然違うそうなんだ。
特に珍しいのはスイカの缶詰があるんだ。スイカを缶詰にするという発想が日本人にとってはかなり意外に感じるけど、スイカのみずみずしさは失われてしまうため、生のスイカとは全然違うものになっているみたいなんだ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。